はい、旅マスベースからお届けしております。旅マスです。ただいま平日の午前9時でございます。今日ちょっとお客さんいないんでね、ちょっと実験をねしたいなと思ってます。こちら見えますでしょうか、青いのね。これね、ポンプ今ちょっとここ置いてます。でつけてはいないんですけど、管理釣り場さんでこう水車とかねあるじゃない。そう、あれっていうのはあの流れをさ、あの生み出すための道具なんですけど、うち水車ないので冬場これ使って流れを作ってたんですよ。でこれをちょっとこう噴水みたいにさしてね、あのやってたんですけど、今日ちょっとやりたかったのは、よくそういう水車とか、まあ、噴水だったりとか水の動きのある場所、皆さんよく狙うと思うんですよ。でじゃあなんでそこ狙うのって言ったら、そこに魚が集まるというね、話じゃない。そうそうなんですよ。だから僕もまあブログだったりとか動画でもね、まあ、言ったことあるんだけど、こういうとこに魚集まるんだよみたいなのね、やっぱ言ってたんですよ。はい、じゃあ実際このタミオスベースだとどうなのかなっていうね、普段つけてないんですよ。つけてない状態でじゃあパシャーと水をちょっとこう動かして、動かした後にちょっと時間を置いて魚が集まるのかどうかこれをねちょっと実験したいなと思います。はい、まあ、今現状ちょっとごめんなさい、濁りがあってねあんまり見えないんですけど、どうかな、日陰の方にねよくたまるんで、ここはねもう完全な日向でねあんまりたまんないんですけど、今現状こんな感じ。まあ目視できるので5、6匹かなぐらいの感じですかね。まあそこの方まで見えないからちょっとあれなんですけど、でちなみにちょっとこの状態でちょっと釣りもしてみましょうかね。はい、それではやっていきたい行きたいと思います。はい、まあ、マイクロスプーンでね行きましょう。はい、ピット09ですね。これでやっていきたいと思います。見えますか、周辺をちょっと狙っていきたいと思います。そうそうね、まあ釣れるか釣れないかに関してはね、時間もありますからね、状況もありますから。反応はほぼほぼないな。はい、釣れませんね。はい、だからこれでポンプをね動かして水の流れを作ると、魚が、まあ、理屈で言えば集まってくる、集まってくるってことは釣りやすくなるねかもしれない、はい、それをちょっとやっていきましょう。はい、じゃあポンプつけましょう。はい、スイッチオン。こんな感じでいいかな。これでちょっと様子を見ましょうか。うん、いいでしょう。まあ、水中ポンプなんでね、ちょっと今水底のね泥とかも一緒にねこう荒らしちゃってるんで、しばらくはね魚が逃げていく感じになると思うんですけど、これでねどうなるか、うん、魚がいなくなりましたね。はい、まあ、ちょっと時間を置いてみましょうか。どのぐらい ?1 時間ぐらいやっとくか。1時間ぐらいちょっとこれで様子を見たいと思います。またちょっと動画つけますんで、はい、1時間後ちょっとお楽しみに。それでは。
はい、10時50分だから1時間半ぐらいかな、ちょっと放置してみました。さあ実際どうでしょうかね。見た感じ集まってる感じはしないんだよな。ちょっとそうとね、まあ、ちょっと沈んだところにカメラだと見にくいと思うんですけど、まあ、結構いますけど、って感じですかね。でもまあなんか周辺はちょっと魚がちらほら増えましたね。ただこれは多分時間的な話だと思うんですよね。このポンプの効果なのかどうか、この辺はちょっとね、わかんないですね。実際ちょっと釣りをしてみましょう。はい。はい、あそこですね。はい。さっきと同じ。フィット。09。はい、これでいきたいと思います。09じゃないと届かないんです。気はしますね。釣れるかどうかはね、ちょっとあれだからね。うん、追ってくるな。さっきとは全然違います。バケモンだな。バケモン級ですね。釣れんねよ。まさかの1が釣れましたね。ちょっと外します。
構家に50はあると思うんですけどね。釣れましたね。いやーすごいパワフルだったな。かっこいいだな。もう一回ちょっと、もう一回だけちょっとボトムでした。ありますね。ブルックだ。ね。外しましはい。やっぱりいるんだね。で、釣れたのもボトムだったんで、やっぱりちょっと濁りで見えてないだけで、魚はやっぱり溜まってる。でこの水面のね、騒がしさを気にしてくる魚ってわけですから、やっぱり何かしらを食べ物を求めてるのかなというところですかね。はい、あ、いい実験になりましたね。はい、さあうちの場合はこの件小型ポンプしかないので、そういう意味ではまあ日によってね、あの場所を変えてね、集まる場所を変えるっていうのもね、まあ、釣り場的には面白いのかなと思います。はい、まあだからやはりあながち狙いどころの水車だったり噴水、こちらやっぱり間違ってないんだなというところがね、もう本当に実証されましたね。うん、なんかいい動画になった気がします。はい、また何かね思いついたら、あの実験をしてみたいと思います。はい、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ぜひ参考になったよという方は、ぜひチャンネル登録とねグッドボタンもね押していただけると嬉しいです。はい、それではありがとうございました。失礼します。